フリント・フリントの一フリントは、アメリカ合衆国ミシュガン州、ジェネシー軍に属する都市。ジェネシー軍の軍庁所在地である。ミシガン州内で4番目に大規模な都市で、現在、の人口は約12万人。ゼネラルモーターズの創業の地であり、かつて同社の企業上下町として繁栄した。しかし GM の工場閉鎖に伴って、市の経済は破綻し、治安悪化や、 人口減少、社会基盤の崩壊など、様々な社会問題を抱えている。フリントは、デトロイト周囲の衛星都市で、デトロイトの北西約60マイルのフリント級の北東に展開している。地域は、フリント側流域の低地で、南及び東側図体を緩やかに起伏し、北西が平地となっている。西に隣接するフリントチャーター軍区は、同市からは独立した。 自治体である。市の総面積は88.2平方キロメートルである。このうち87.1平方キロメートルが陸地で1.1平方キロメートルが水地域である。総面積の1.26%が水地域となっている。1998年の人口は13万1000人であったが2000年現在の国勢調査では 人口124,943人と人口が減少しつつある。人口密度は1,434.5平方キロメートルである。636.8平方キロメートルの平均的な密度に55,464件の住宅が建っている。人種構成は白人41.39%、アフリカン・アメリカン53.27%、 先住民0.64%、アジア0.44%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.11%、及び混欠3.14%である。人口の2.99%はヒスパニック、またはラテン系である。住民は30.6%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が10.3%、25歳以上44歳以下が29.4%、45歳以上64歳以下が19.2%、及び65歳以上が10.5%である。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は88.6人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は83.1人で、ある。世帯数は48,744世帯、及び32,270家族が居住する。世帯ごとの平均的な収入は28,015米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は31,424米ドルである。 男性は34,900ベイドルに対して女性は24,237ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は15,733ベイドルである。人口の26.4%及び家族の22.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の37.4%。 および65歳以上の13.4%は貧困線以下の生活を送っている。市の財政破綻に伴う貧困層と失業者の増大、警察の予算や人員の不足、市街地の荒廃などが重なり、治安状態は全米で最悪のレベルまで悪化している。FBI によれば2011年の1000人あたりの暴力犯罪率は23.4%で、 全米で最も危険な都市の一つとされた。ミシガン大学フリント校はアナーバー市内に本部キャンパスを持つミシガン大学のサテライトキャンパスである。元グミーと知られるケタリング大学は高い評価を得た工学系大学である。モットコミュニティカレッジはフリント内での主要なコミュニティカレッジである。フリント市はビショップ国際空港及び多数のバス路線によって サービスされている。フリントマストランスポーテーションオーソリティはこの都市及び軍のためにローカルバスサービスを提供している。従来、フリント市はデトロイト水道下水局を通じ、ヒューロン湖の水を水源として取水していたが、同局と財政破綻状態のフリント市の管財人との支払い額をめぐる交渉が決裂した結果、給水停止を通告された。やむなくフリント市は、 市内を流れるフリント川から取水して2014年4月から市内へ給水を始めた。しかしフリント川の水質に問題があったため多くが20世紀初期に付設された老朽化した水道管が腐食し水道水が錆で茶色く変色したり異臭がするなどの苦情が急増した。さらに水道管の鉛が水に溶け出し地区によっては 水道水から基準値の数十倍の鉛が検出されるようになった。現在、同市では6歳から12歳の児童1万人以上が汚染された水道水を使用しており、血中の鉛濃度が上昇したり、皮膚病の症状が現れるなど市民に健康被害が広がっている。飲料水は全国からの寄付により、ペットボトル詰めのミネラルウォーターが無料配布されているが、 水道管の更新などの抜本的対策は財源不足のため全く目途が立っていない。現在、行政に対する複数の訴訟が進行中で、知事などの責任追及に発展している。また同時に、黒人貧困層の多いことから、行政の無策は人種偏見によるものだったとして、事態は人種差別問題に発展する様相を見せている。1980年代に、 本市は愛知県の刈谷市に姉妹都市提携を呼びかけたが実現しなかった。ありがとうございます。